こんにちは、ミートラボ講師の藤森です。本日は夏休み前ということで、大学受験の、高校3年生の夏休みの一日の過ごし方というのを少しご紹介したいと思います。で、ちょっと私の大学受験の状況を少し説明すると、私はかなり、高2まで勉強していなかったので、高3はとても焦っていて、夏休みにかなり勉強しないと危険な状態でした。なので、比較的切羽詰まっていた人の夏休みの一日の過ごし方だと思ってください。それでは、まず一日のタイムスケジュールをご説明したいと思います。まず6時に起きます。で、7時に家を出てたんですが、それまで普通に身支度を整えたり、朝ごはんを食べたり、なるべく夏休みは朝ごはんを多く食べるようにしていたと思います。午前中から結構長い時間勉強するので、お昼までの間に必ずとてもお腹が空いていたので、いくら食べてもお腹空いてたんですけど、よく食べるようにしていました。で、だいたい7時に出発して、1時間はかかっていないんですが、だいたい45分ぐらいで当時通っていた予備校に到着したので、8時頃から自習室に行って自習をしたり、また予備校の授業を受けたりして午前中を過ごしていました。で、だいたいお昼は12時きっかりに、もう12時になったらお昼だという感じですぐに食べていました。で、外に食べに行くことはあまりしていなくて、だいたい家から持って行ったり、この移動時間に買ったりしていました。外に出てしまうと、それはそれでいい気分転換にもなるんですけど、だいたい友達と話しすぎたりして長くお昼休みを取りすぎる癖があったので、予備校内の、カフェテリアみたいなところで昼食をとっていました。で、だいたい私はそこに1時間ぐらい滞在していたんですけれども、1時間ずっとご飯を食べていたわけではなくて、お昼を食べ終わったら、またお昼を食べながら何らかの参考書だったり、その日覚えたい、古典単語帳とか、あとは簡単な計算の問題集みたいなものを持って行って、少しその場所を変えて人が喋っているようなところで勉強する時間っていうのもリフレッシュになったので、この時間は音楽を自由に聞いたりしてもよくて自由に勉強していました。ではまただいたい1時ぐらいから、6時か7時ぐらいになることもありましたが、自習と授業が入っていたので、それをこなしながら予備校で過ごしました。で、6時になって、6時7時あたりで夜ご飯も、外でというか予備校で取っていたので、しっかり食べることもあったし、軽食程度のものを持って行って家に帰ってから食べ直すこともありましたが、とにかく何も食べずにですね、この9時半まで全く乗り越えられなかったので、ここでもよく食べていたなと思い出しました。それからまた夜の時間は授業はなかったので、自習をしたりしていましたが、だいたいこの時間になるとかなり集中力が切れてきたりしていたので、お昼や夜ご飯を食べているような場所に友達と行って一緒に勉強したり、またはちょっと外のカフェに出て勉強したりなんていうこともありました。適度にそのリフレッシュというか、人が話しているところでも勉強できるタイプだったので、場所を変えてやるように意識していました。で、だいたい9時半ぐらいに塾が、予備校が閉まるので、22時半頃には帰宅して、ご飯を食べたり、少しテレビを見たりして24時に就寝して、最低でも6時間の、睡眠時間を確保するように意識していました。でも、そんな多分必ず毎日6時間だったわけではなくて、かなり7時間寝たり8時間寝たりした日もあったと思います。せっかくの、夏休みは学校がなくて、その分自分で使える、自由に使える時間も多いので、睡眠を長く取れるっていうのも夏休みのいいところだと思います。で、なんでこんなにキチキチにやっていたかというと、夏休みの前に、いくつかルールを決めていました。多分どこででも言われると思うんですが、私はかなり切羽詰まっていたので、1日 12.5 時間の勉強時間を確保しようと決めていて、で、毎日腕にストップウォッチが掲載された腕時計をつけてたんですね。ちょっと今思えばかなりクレイジーだったなと思うんですが、この移動時間であったり、またはお昼を食べ終わって勉強に切り替える時間などにストップウォッチを再開して勉強の時間を常に測っていました。ちょっとこれに意味があったかはよくわからないんですが、自分的にこの 12.5 時間を死守したくて、というのも夏休みが40日ぐらいあって、 12.5 時間 ×40日で毎日 12.5 時間やると500時間勉強できることになるんですね。これがかなり
重要かなとその時は信じていたので、それが実際に合格に直結したかはわからないんですが、どんな隙間時間でも必ず何かを見る、移動中も何かを見たり、ご飯を食べる時も何かを見たりっていう癖はすごくついたかなと思います。それなりに自分に厳しくするという意味ではこういうルールもなしではないと思います。それから他にも意識していたのは、なるべく毎日、予備校に行ったり図書館に行ったり学校に行ったりして外に出るようにしていました。家の中にいてもずっと集中できる人ならば、移動時間が削られるのでその方が効率がいいという人もいるかもしれないんですが、私はだいたい途中でだらけてしまうので、なるべく外に出るように意識していました。ただどうしても外に出たくない日、家にいて涼しいところにいればいいものをと思う日もあったので、昨日も行ってどうせ明日も明後日も絶対行くから今日は家でやろうみたいに決めて一日家でやったり、また家族がずっと自宅にいるような時などはご飯を作ってくれたりするので、じゃあ家でちょっと家族と一緒に、家族がいる場所で集中してできるかなみたいな時は自宅でもやっていました。それからもう言われ飽きてるかと思うんですが、朝は早く起きて夜更かししないというのは私は夏休みにやっていて、で、もちろん夜型の人もいるでしょうし、極度の朝型の人も、私の友達には朝の3時から勉強して夜の7時に寝るみたいなタイプの子もいたんですが、本当に人それぞれではあると思います。ただこれが一番よく言われることですよね。で、私はこの早起き、早寝早起きが大事な理由として一つ挙げたいことがあって、それは家族と話す時間が増えるということが大事かなと思います。私の場合は両親共働きだったので、だいたい自分が9時に起きたりするともう起きた段階で家に誰もいないんですよね。それからずっとこの時間も、例えば22時半に帰宅してもそこからずっと勉強して、だいたい25時ぐらいに勉強が終わるなんてことになると、もうその時間には親はどっちも寝ていたり、兄弟なんかもみんなもう夢の中だったので、なるべく、自分以外の家族と生活のリズムを揃えることで、日頃のちょっとしたことを報告できたりとか、自分が感じている不安だったり、今日はこんなことを頑張ったみたいなことを人に話せるのはすごく大事かなと思います。また他の友達も早寝早起きしてるような受験生のお友達を見つけておくと、一緒に同じ時間帯にメッセージで連絡を取れたりして、なかなか一緒に頑張れるのではないかなと思います。はい、それではこれから長い夏休みを迎えるので不安な方もいるかと思いますが、自分で適度な計画を立ててぜひ頑張ってください。それでは本日は以上になります。